リヴァイアサン、レビーアタンは、イングランド王国のトマス・ホップズが著した、政治哲学書。1651年に発行された。題名は、旧約聖書、ヨブ記に登場する、海の怪物レビアタンの名前が取られた。正式な題名は、レビアタン・オア・ザ・マター、フォーム&パワー・オブ、エコモン、ウェルス・イクリージーアスティコール&シビル。リヴァイアサンあるいは教会的及び市民的なコモンウェルスのもと、形態及び権力。本書はホップズによって表された国家についての政治哲学の著作である。西洋における国家の概念は人間の政治的性格によって成立しているポリスであるが、ルネサンス以後には近代的な国家の概念は見直された。ニッコロ・マキャベッリが権力関係から国家の成立を考察しており、さらに宗教戦争や内戦などを通じて、国家の新たな哲学的な基礎づけが得られるようになった。ホップズはイギリスでの内乱を通じてこの問題意識を持つようになり、新しい国家理論の基礎づけ、新たな政治秩序を確立することを目指した。ホップズは人間の自然状態を決定的な能力差のない個人同士が互いに、自然権を行使し合った結果としての万民の万人に対する闘争であるとし、この混乱状況を避け、共生、平和、正義のための自然法を達成するためには、人間が天賦の権利として持ち得る自然権を国家、コモンウェルスに対して全部譲渡という社会契約をするべきである。と述べ、社会契約論を用いて、従来の王権真儒説に代わる絶対王政を合理化する理論を構築した。ホッブズはこの国家、コモンウェルスを指して、リヴァイアサンと言っている。口絵の上段に描かれている王冠をかぶったリヴァイアサンは、政府に対して、自らの自然権を譲渡した人々によって、構成されている。この理論は臣民、ここで言う臣民は、国家権力の行使を受ける客体としての人民の自由が主権者の命令である法の沈黙する領域に限定されているが、自己防衛の場合に限り、主権者に対する臣民の抵抗権が認められる。ホップズの国家理論は、ルキディデスの戦士の翻訳や人間の欲望を基礎にしながら、合理的な計算を行うことで、政治秩序を構築することを論じた。法学要項を発表していることからわかるように、現実主義的な考え方を持っていたことがわかる。この議論は後にジョン・ロックが、当地に論でホップズとは異なる、自然状態論から、社会契約の枠組みで国家の規範理論の再検討を行い、またジャン・ジャック・ルソーが、社会契約論で、自由意志を持つ、各個人の社会契約に基づいた国家のあり方を論じ、数多くの批判がなされることになる。一方で、マイケル・オークショットが本書を人間本性の分析から、国家の正当性構築を試みた、政治哲学の著作として高く評価している。今日においても本書は、国内政治学や国際政治学における国家の人格の統一性や構造の人工性、主権の絶対性をめぐる議論を提起している。スペインの無敵艦隊がイングランドに迫る1588年4月5日に、ホッブズは生まれた。幼少の頃から英才教育を受け、14歳でオックスフォード大学に入学して、論理学やスコラ哲学を学び19歳で卒業し、貴族の家庭教師となった。1610年にヨーロッパへ家庭教師としての引率の仕事で渡った時に、近代の哲学や、自然科学の知識に触れ、1629年のヨーロッパ渡航ではユークリッド幾何学のような演繹方法論を習得し、1630年の3度目の渡航では歴史と社会についての学問的体系の基礎を構築している。このような知的背景を持ちながら、生涯にわたって政治についての研究を行い、ルキディデスの戦士の翻訳、法学原理、市民論、本書、リヴァイアサン、ベヒーモスなどの著作を発表した。ホッブズが思想を形成する時期はイングランドにとって、立憲政治が成立する過渡期であった。1603年にスチュアート朝が成立し、国王によって国教会の批判と王権真呪説が主張されると議会によ大抗議が行われ、国王と議会の対立が深刻化した。そして1628年に権利の請願がエドワード・コークによって起草され、翌1629年には議会が解散された。しかしスコットランドで反乱が発生すると国王は戦費調達のために議会を召集したが、国王と議会の対立はさらに進行し、1642年に内戦に突入した。この内戦はピューリタン革命と呼ばれ、クロムウェルたち議会派が共和制を樹立することになった。しかし、クロムウェルの厳格なピューリタニズムは民衆の反発を受け、これが王政復古の原因となった。その後に、チャールズ2世が国王として呼び戻され、スチュアート朝が復活するが、時代のジェームズ2世が専制政治を行ったために、議会はオランダ総督であったウィリアム3世を国王とし、権利掌典を承認させて、国王の絶対的権利を制限することで、立憲王政が成立した。この革命は名誉革命と言われ、先のピューリタン革命と合わせて、市民革命と呼ばれる。本書、リヴァイアサンが執筆されたのはクロムウェルが政権を掌握して、国王のチャールズ2世がフランスへ亡命した時期であり、このイギリス市民革命における混乱の時代であった。以下のように、全4部47章からなる。本書は、人間が持っている感覚やイマジネーション、言語、また、運動、知識などについて述べた後に、人間の自然状態の性質や、それを乗り越えるための規範である、自然法を論じた第1部、人間についてに始まる。また、第2部、国家についてでは、国家が創設される理由や国家における主権者と、臣民の関係を論じた。第3部、キリスト教国家についてでは、キリスト教の政治原理に始まり、聖書での教会や教会権力の意義を考察する。第4部、暗黒の王国についてでは、暗黒の支配者について述べており、最後の結論では、人間の本来的な能力から、それまでの議論を概括している。ホッブズは、人間が本来的に持っている性質から論考を始める。そもそも人間の認識過程は感覚に基づいている。感覚は外界の物体運動に対して反応し、視覚により得られた物体の運動は映像として人間に働きかける。これは像、またはイマジネーションと呼ばれ、記憶や思考そのものでもある。思考は目的的に規制されたものとそうでないものがある。この思考の途上で認識対象に名称を与えることが可能である。名称が与えられたものは、たとえ直接確認しなくとも、名称を思い出すことで記憶を呼び戻す。物体そのものから分離して使用される名称は、言語となり、人間の理性にとって最も重大なものである。言葉は人間に学問を可能とした。学問の出発点は定義と呼ばれる適切な名称を用いて、命題を構築することである。その命題から論理的思考に基づいて推論を進める。この一連の過程から得られる一連の帰結の知識が学問であり、その研究対象によって自然哲学と社会哲学に大別される。人間はこのような認識に基づいて自らの行動を決定しているものの、実際に行動を駆動しているのは状況認識ではなく人間の意志の働きがなければならない。人間の意志の働きは情念であり、恐怖、復讐、好奇心などのあらゆる情念が存在している。個々人が自らの意志を達成しようとする手段が権力であり、国家以前の状態である自然状態を理論的に想定した場合には、大きな権力の格差は認められない。なぜなら、各個人は権力の源泉となる身体、知性、性格、品位などによって、多少の個性はあるものの、総合的な観点に立てば、人間の能力は対等に与えられているからである。しかし権力が平等であったとしても希求されている対象物が複数で分割できないために、複数者の意思が達成できないならば彼らは敵対関係になる。人間の本性には、競争、不信、自尊心の情念があり、これらは不可避的に敵対関係を創出する。従って人間は、この敵対者に対して、先制攻撃を加えることで殺害、または服従させるかを選択する子になる。これは、人間の自己保存が最重要の価値とみなされる、自然権であり、この自然権を追求することは自由でなければならない。しかし自由に自然権を行使すれば、人々は常に攻撃される危険にさらされることになり、結果的に自然状態は万人の万人に対する戦争に発展する。自然状態での戦争では、戦闘が遂行されているかどうかが問題ではなく、それは危害を加える意図が示された状態と考えられる。このような状態では、人間は永続的に恐怖と危険に備え続けなければならず、取引によって経済を発展させることは不可能であり、人間の生活は孤独かつ残忍なものとなる。自然状態での諸問題を解決するためには、戦争をもたらす情念に着目しなければならない。これは、自然権の行使を抑制し、また共通権力によって、相互の約束を監視することが必要である。そのために、自然状態で生まれた闘争を停止させるために、自然法は次のような基本的な規範を示す。第一の自然法は、平和を手にする望みがある限り、平和へと進め。その望みがなければ、戦争遂行のためあらゆる手段を使用せよというものであり、第二の自然法は、他人と共に平和と自己防衛のために必要な権利を放棄せよというものである。この自然法に合意するためには相互に新約を締結し、自然権を放棄、譲渡することで共通権力を構成する。契約に参加する人々は代理人を立てて、その代理人に共通権力を与えて契約の履行を監視せるのである。この関係は代理人と契約に参加する人々の同一性が維持されていることが必要である。この同一性によってもたらされる社会こそがコモンウェルス国家と呼ばれる。ホップズによれば国家はリバイアサンと呼ばれる。複数の行為者から構成されていながらも人格の単一性を持ち、この人格を代表するのが主権者であり、それ以外は臣民となる。主権者が保有する主権は絶対的なものであり、一人で主権者となる政治体制は君主制、聖員全体が主権者であるならば民主制、一部の人々ならば貴族制となる。主権は臣民のための治安維持や国防、立法、司法、貨幣鋳造などの権限が含まれており、国家は、臣民の自己保存を保障するものである。ただし主権者が、すべての臣民の行動を統制できるわけではなく、法が沈黙する領域では、臣民は自由である。主権者は、社会契約に基づいており、すべての行動を制限できるわけではないからである。さらに臣民は、主権者の命令に従うことで、自己保存が損なわれる場合には、逃亡による抵抗が認められる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。